くん、待った。髪やるの時間かかっちゃって。和也くん、イヤくん持って不安だったんだけど、どうかな。別に嫌じゃねえよ。よかった。クソ、チクショ。会員関係ない、あんたまで傷つけてごめんな。水原、簡単に忘れられないから大切なんでしょ。ポイできちゃう関係より幾分マシよ。水原、レンタル続けてみたら。え、寂しくて死にそうな夜もあれば、またねでしか解けないバイバイもある。私でよければ相手するから。水原お料理作ってたら遅くなっちゃって。なんでここに。何言ってるの和也さん、朝から何度も連絡くれたじゃない。おばあさんのためなら私どこへだって駆けつけます。わしは信じておったぞ、千鶴さんなら和也を見捨てはせんと。あんな男に恋人ができることなど二度とないのだから。大丈夫か、もしかして体調悪いのか。平気よ、一晩寝れば治るわ。これで体裁が保てるなら御の字よ。もしもし。あ、カズ君、今いい？うん、少しなら。すごい音だね、何してるの。外にいるだけ。ちょっと話したいことがあって。お、今から会えないかな。お、カズ君、今すぐはちょっと無理だけど、少し後ならいいよ。人が落ちたぞ。落ちた、女の子が。乗客一名、大丈夫か。乗客一名、大丈夫なのかよ。今ここにいた子よ、白いシャツ着た髪の長い子。水原千鶴と言います。お見事。こんな形でのご挨拶になってしまい申し訳ありません。よろしくお願いします。再キスしたら次のデートからお昼ニンニクでもお構いなしだし、毎回手つないでこようとするし、ご飯もやたら深夜までやってる居酒屋だし、やっぱカズくんも男の子なんだなって。マミちゃん、その辺で。なんで。不快です。はい、私のカズヤさんを悪く言わないでください。ノリなら何言ってもいいんですか。ちょっと二人とも抑えて。カズくんからも謝ってよ。あなたも何か。俺いつもこんなだから。私帰ります。私はレンタル彼女、あなたがどう使おうと勝手、元カノの方が大切で当然だわ。それでより戻せたの。戻せなかった。それどころか嫌われるようなことまで言って、本当クズだよな俺って。いつまでもくだらねえ未練引きずって。いか、私を助けに。ああもう最悪、体調管理もなってない上にお客さんまで危険に巻き込むなんて。ねえちょっと、え、ねえちょっと、嘘でしょ。ねえ、大体私の満足度1ってどういうこと。私あなたに何か変なことした。あれでレビュー 0.3 も下がったんだからね。私は今まで満足度5しか取ったことないし、出た、それに誇りを持ってる。これが今までだってこの仕事に手を抜いたことないし、水原千鶴、今回だって何の興味もない魚の時点まで買ったのに、何この仕打ち。ばあちゃんたち騙してるのは分かってる。水原を巻き込んで本当に悪いとも思うし、明日には別れたって話す覚悟もできてる。でもさ、許されるのならレンタル
したい。借りたいんだ、君のこと。今日があまりにも折りが悪かったということは理解するわ。でも騙してる以上、できる限り早くおばあちゃんたちが悲しまない形でお別れを伝える。これが私たちの至上命題よ。それには、そう、あなたが本物の彼女を作るとかがベストね。頑張ってよね。あなたの言う成長にかかってるから。ミサラ、そのありがとな。そのあそこまでして助けてくれて。当然でしょ、彼女なんだから。私たちそういうこともまだですし。そういうこと？水原？なんじゃ？まだやっとらんかったのか？てっきりもう。二人とも多くてね。じゃこれを機に一気に。これを機にじゃない。水原の浴衣姿パネー。こんなこと一晩二人きりなんて身が。もういいわ、楽しむ。は？じゃおやすみ。え？俺トイレでも玄関でも寝れるから。俺がいたらいい夢見れねえだろ。別にいいじゃない。この部屋で寝ればいいじゃない。あと何その目。水原！デート中でもねえのに相談乗ってくれて、やっぱお前いいやつだな。帰るわ。今回は緊急事態だったけど、本来は予約してくれないと会う気ないから。お私、おばあちゃんにレンカノのことがバレるのは本当に困るの。あの子の気が変わらない保証はないし、お互い二人の動向には常に気を配ろう。それじゃ。ミサラ！入ってるんですか。な、何が？躊躇するはずでは。レンタル彼女ならお客さんの部屋ですよ。ためらわないなんて入ったことのある証拠です。確かにあの時。もうそれレンタルでも何でもないじゃないですか。他のお客さんや会社に黙ってやることやってるってことですよね。やってるわけないでしょ。隣は私です。彼女だっつってるんだからプレゼントくらい普通でしょ。事務所の意向なの。いや、まあそうなんだけど。ここではっきりさせたいことがあるの。え？あなた私のこと好き？は、はあ？うっす。好きじゃねえ。おばあちゃん、今まで付き合ってもらっただけでも感謝しきれないっつうか。これでいい、これでいいの。ダメダメ、集中。マヤさんには何の関係もないんだから。よし、君がいい。君が、君がいいってどういう意味？彼女だろ？って言ってもレンタルだけど、レンタル彼女としてレンタルするのはやっぱり水原がいいっていうか、やっぱ辞めちゃうのは寂しいなって。何そういうこと？